うぬま駅は、岐阜県各見原市、うぬま山崎町3丁目84の一にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。名鉄の新うぬま駅との区分のため、JR うぬま駅と呼ばれることが多い。駅番号は CG05。うぬま駅は、ホーム同士の移動手段が階段のみであった。二千七年度より当駅と名鉄新宇ぬ駅を結ぶ、通路建設のため、 工事が進められた。京城駅舎は2009年3月29日より、使用開始され、新しい改札口が設置されたほか、券売機が2台設置され、エレベーターや簡易型発車表が設置された。また、階段を新しく設置されたことから、従来の階段は撤去された。また、これにより改札分離が行われた。端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線。 合計2面3線のホームを持ち、列車交換が可能な地上駅。橋上駅舎を備える。改札口は、橋上部の1カ所。自動券売機、自動改札機、JR 前線切符売り場が設置されている。バリアフリー設備として、各ホームにエレベーターが1機ずつある。東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、 岐阜駅が当駅を管理している。営業時間は7時20分19時20分までである。これ以外の時間帯は無人となる。無人時間帯は、券売機、改札内のとか、チャージ機の電源を切られているため、駅で乗車券を買うことはできず、列車内で車掌から乗車券を購入するか、下車駅でうぬま駅からの運賃を支払うことになる。 また、IC カードが残高不足で、出場処理ができなかった場合は、後日窓口にカードを持参し、その旨を申告しなければならない。京場の自由連絡通路には、うぬま空中歩道という名前が付けられており、駅を利用しなくても利用できる。通路は当駅の西側の名鉄新うぬま駅、駅舎側までつながっている。自由連絡通路の途中には名鉄新うぬま駅。 東改札口へ向かう、下り階段があり、月決め駐車場へも出られる。岐阜県統計省、各務原市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。特急、日田の隣の停車駅は、下りは、美濃大田駅、上りは、岐阜駅となる。ありがとうございます。